まあいい。聞きたいことはいくつかあるけど、上下関係ってやつをさ。何それ。座れ。ごめん、聞いてなかった。何？自分の天敵になり得る存在に会うのは人生。おそらく今までずっと小さな池の主として生きてきたんだ。逃げよう。今度はどうだ、全体重を乗せた粘土タックルだ。筋トレ勉強、そんなのは凡人にやらせとけ。法律すら無力だ。僕の力の前では腕力も学力も。お前る資源に霊力もほとんどを消されて、今は残りかすみたいなもんだ。二流を相手にしねえ。エクボ、エクボ、どうした。ペットを消されたのがそんなにショックか。そうでもない。いつまでも余裕つらべいら。危ないよ、僕じゃなかったら怪我しちゃう。やめなよ。お前だったら怪我しないっていうのか。えると思うな。危険さんね。力を見せてみろ。見せないつもりならどこまで耐えられるか耐久テストをしてやるよ。いって、いい加減に事故が起きるってば。そう簡単に変われないんだよ。使わない。僕は変わるんだ。待て、僕を置いてくな。影山、おい、おい、起きろよ。かに思えた。やる気になったのか。それでいい。結局お前も信念を貫けないんだ。よし、来た、最大マンや。手はいけない何かを感じていた。異質、正体不明。吸い込まれて、いや、それだけじゃない。大気中のエネルギーも。膨大な器を持っていたのか。嘘だろ、決まったんだ。努力はもう取り抜けないから。モブはすぐに悟った。矛盾をはらむ無力感に飲まれる。どうしても自分に勝てないという。ああ、僕って凡人。